の不倫相手というのはどこで出会うのかってやっぱ気になるじゃないですか。なりますよね、なりますよね。こんにちは、不倫解決カウンセラーの川村です。はい、今日ですね、不倫相手との出会い年代別トップ10ということをお伝えしていこうと思います。不倫問題があるということは、不倫相手とどこかで出会ってるってことなの。まあ当たり前ですけどね。その出会いの場所って、まあ、あちこちいろいろあるわけなんですけども、これがね、年代別で違うんですよ。まあ大体不倫問題が起きるのって、大体40代が多かったりしますよね。私のクライアントの中でも、40代の方っていうのがすごく圧倒的にご相談が多かったりします。でも40代の不倫相手との出会いと、50代の不倫相手との出会いと、60代の不倫相手との出会いというのは出会い場所が違うみたいなんですね。で、私もやっぱりこの10年間不倫解決カウンセラーとしてやってきた中で、やっぱりこの出会いの場所っていうのはやっぱり違うなと。やっぱりバブル期を経験した方の出会いの場所とね、そのバブルを経験してない方の出会いの場所ってやっぱ違うんですよね。まあでもね、結婚生活が長くなってくると、まあ40代、50代っていうのは大体結婚生活が長い方が多いと思うので、結婚生活が長くなってくると、やっぱり誰だってね、浮気や不倫願望ってあると思うんですよ。で、私も実際に、旦那さんがね、あの不倫をしてた7年間というのは、そのやっぱ浮気願望が全くなかったかというと、ゼロではなかったんですね。その時にやっぱこうナンパなんかされると、私でもいいのかなみたいなことに、まあ、なってしまって、そこから浮気問題に、不倫問題に発展するってことがあると思うんですよ。実際に私もね、ナンパされましたから。ちょっとまあ、それ置いといて、その浮気願望があっても、実際にするかしないかっていうのは、その人の理性と人間性の問題だと私は思うわけなんですよ。でもまあ私たちから、妻からするとね、まあ結婚して子供までできた時に、その旦那さんがね、不倫をすると、やっぱり将来が不安で感情的になってしまいますよ。それはなってしまいますよ。うん、私もなりましたから。はい。そもそも不倫相手というのは、どこで出会うのかってやっぱ気になるじゃないですか。なりますよね。なりますよね。私もなりますよ。でね、そこで今回はですね、まだの相模ゴム工業さんが2018年に大規模調査をした結果をもとに、セックスデータですね、不倫相手との出会いトップ10というものを、出会いですね、発表したいと思います。まあ年代別に調査結果がありましたので、特に不倫問題が多い40代から60代の調査結果を発表したいと思います。まあ既婚の方はね、不倫のチャンスがあっても、できるだけね、不倫問題というものに片足を突っ込まないようにしてほしいものです。片足を突っ込むからめんどくさいことになるんですよ。特に60代で片足を突っ込んでしまうと、さらにめんどくさいことが起きますので、まあいろんなね、財産問題であったりとかいろんなものがありますので、まあご注意くださいね。はい、ということで、40代の既婚者から発表していきたいと思います。これがダントツ1位が同じ会社。まあこれあるあるですよね。同じ会社が 24.9%、 2位が友人 16.6%。 だからこの同じ会社と友人だけでだいたい 40% を占めているわけなんですよね。この40代の既婚者の浮気相手の出会い場所ですね。あ、だから同じ会社で不倫なんでこの近場でやるのかなって私は本当に思う。不思議でならないんですけども、かといって私が遠くの場所で不倫をしてるってわけじゃないですよ。近場でやるとそんだけ、こう共通の知り合いであったりとか多いわけですから、バレる確率も高いわけなんですよね。はい。3番目は友人の紹介 11.5%。 多分この友人の紹介っていうのは、一緒に飲みに行ったりとかとかして、そこでこう仲良くなってとか、あとまあサークル活動であったりとかっていうことも入ってくるのかもしれないですね。4位風俗店 9.2%。 だから100人いたら、まあ9人の方ですね。100人で9人の方は風俗店の風俗嬢と、そういうこう不倫関係にあるっていうことですね。これでも私思うんですけどね、風俗嬢とのこの不倫関係って、まあなんてせこい男なんだって私は思うわけですよ。なぜかというと、風俗店って、やっぱ、お金を払って、そういう性行為をやってもらうわけじゃないですか。彼女にしたら、そのお金を払わなくても、風俗嬢のその、プロのね、その技をね、無料で、その体感できるわけじゃないですか。なんてせこいんだろうなって、いつも思うんですよね。カウンセリングしてて、相手が風俗嬢なんですよって言われた時にはね、思いますけどね。うん。
はい、次5番目。5番目は出会い系サイト 8.8%。これもね、まあ、出会い系サイトがね、どんどん年々増えてきてますからね、平成からね。はい、次6番目。6番目、SNS。もうこれあるあるですね。SNS で言うと、まあ、昔の元カレであったりとか、なんか連絡取ったりとかね、なんか、久しぶりとか言って、この飲み行こうって、そこから、合体みたいなね。そういう風になるのかもしれません。7.4%。7位が同じ学校。これ40代で同じ学校って言うと、まあなんか学びの場所なのかもしれないし、大学が同じとかそういう関係なんでしょうかね。で8位が飲み屋。飲み屋が 6.1%。まあまあ、これもあるあるですよね。飲み屋のお姉ちゃんとかね。あるあるですね。クラブのママとかあるあるですよね。で、9位が合コンなど 5.5%。で、10位がナンパ 3.3%。40代でナンパするんだって、すごいなんかイケイケの旦那さんなんでしょうね。はい、次。50代の既婚者。1位が同じ会社。これ、さっきの40代と同じです。1位が、同じ会社 24.2%。2位が友人 14.5%。まあ、40代も50代も同じ会社と友人ということが多かったりしますよね。まあ、別のデータでね、その相模ゴム工業さんの別のデータで、妻以外、夫以外とのセックスの経験をしたことがありますかっていうのがある方が多かったりするんですよ。で、あと、妻以外、夫以外に、セックスをやってる人数は何人ですかっていうのも、まあ、2人とか3人とかいたりとかするので、まあ、相模ゴム工業さんもリンク貼っておきますので、いろいろ見てください。次、3番目は飲み屋など 10.8%。4位が友人の紹介 9.9%。さっきの40代で言ったら40代4位が、風俗店だったので、まあ50代になったら風俗店あんまり行かないんですかね。5位が同じ学校 8.5%。だからこれ同級生なんでしょうね、きっとね。6番目が風俗店 7.8%。7位が出会い系サイト。6.9%。 だから50代になって出会い系サイトにね、登録するって。40代、50代って大体セックスレスが多いので、まあ出会い系サイトで監視の欲求だけを満たしたいというのがあるのかもしれません。8位が SNS、6.5%。で、9番目がナンパ、4.8%。ナンパですよ、50代で。すごいな。で、10位がキャバクラクラブ、3.5% ということで、まあ、このキャバクラクラブっていうので、まあ、50代ってやっぱ生活というか、その金銭的にも余裕がある方が多いので、そこで、まあ、そのキャバ嬢とか、クラブのママとかと、そういうことになるのかもしれません。次、60代既婚者。1位が同じ会社、22.7%。2位が友人、15.1%。これ、共通して言えますね。40代も50代も60代も、やっぱり、フリーネットの出会いというのは、同じ会社、友人、というのが圧倒的に多かったりしますね、で3位が友人の紹介 14.8%。 4位が飲み屋などで 10.4%、はい、次5位が風俗店 6.3%。 だから60代になって風俗店に行く男の人って若いですよね。まあ、だんだんね、この下の筋肉がってならないのが60代だったりしますから、そこでやっぱり奥さんとの営みがね、自信なくなってきて、で、まあ風俗店に行って、そこから不倫になるんでしょうね。だから60代で風俗店に行って不倫になるということは、まあ若いですよね。まあ、熟女クラブとかもあるみたいですけど、熟女って言っても40代、まあ50代で風俗で働いてる人いるんですかね。もしいるんであれば、まあ、行ったことのある、男性たちがいれば、コメント欄に50代の風俗もあるよとか、こういうサービスもあったよとかいうのを教えてください。私そういうこと知らないの、その世界を知らないのでね。はい。で次6位が出会い系サイト 5.8% ですね。熟した出会い系サイトがあるのかもしれないですね。7位が同じ学校。同じ学校だったら多分同級生で 5.2%。8位が SNS 4.1%。9位合コンなど 3%。おー、60代で合コンって若いですね。で、10位がアルバイト先 1.9% って、ここアルバイト先出てきたんですけど、多分定年迎えて、そこから、第二のね、働き口としてアルバイトで、そこで不倫関係になる。私のね、クライアントさんの中でも、60代の不倫相手って50代が多かったりするので、まあ、そこで、こう、人妻とね、その不倫関係になってるっていうこともあるのかもしれません。なぜこの同じ会社と友人が圧倒的に多いわけですよ。4割近くいるということなので、何回も言いますけど、この
バレる不倫をするなって思うんですよね。近くですればするほどやっぱりバレる確率ってぐーんとアップしますのでね。まあ男性からすればね、その近場だから不倫をしてしまうっていうこともあるのかもしれないですよ。あるのかもしれないですけども、そのバレる確率もぐーんとアップするよっていうことをお忘れないようにしてください。で、まあ今日の結果いかがでしたでしょうか。もしね、その夫がその会社とかその友人関係とか、なんか最近ちょっと出会い、そのなんか出かけるのが多くなったとかいうことがあって怪しいなと思った時には、早めに、もうこれ お願いです、早めに私にご相談ください。早めに対処をすればするほど不倫問題というのは解決が、まあ、楽になってきます。まだ大丈夫かなと思って放置すればするほど、特に妻不倫というものはどんどん悪化してもう出ていきますからね。そこはお気をつけください。出ていってから私にご相談されても大丈夫なんですけども、できれば出ていく前に私にご相談してほしいなと思います。本当に男女関係ほどめんどくさい問題はないので、女の問題、男の問題ね、なんかその3人の心が入り乱れるのがこの不倫問題なんですよ。だからなるべく早めに解決してほしいなと思います。はい、ということでこの動画では不倫をされている奥様、旦那様向けにどうやったら夫婦円満、家族円満になれるのかということを中心にお伝えしております。今 LINE 公式の方に登録してくださると、不倫を解決するための5ステップの動画を無料でお配りしておりますので、概要欄から登録くださいね。はい、ということでグッドボタン、あとはチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。